力加減大丈夫ですか？はい、すごく持ってらっしゃいますね。首筋も失礼いたします。すごい、リラックスしてきた。ではお顔のマッサージに入ってまいります。失礼いたします。お目元とか乾燥が気になるところは少し重ねていただいても大丈夫です。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。場所すぐお分かりに。あ、では早速ですが、エステフロアの方をご案内させていただいてよろしいですか。はい、近いご案内いたします。油圧式のエレベーターになっているので、ちょっとゆっくりと下に降りてまいります。では下でお待ちしております。一度失礼いたします。リラックスしてきた。1階です。ドアが開きます。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。ではどうぞこちらの席におかけくださいませ。早速ですが、お飲み物よろしければご準備いたします。はい、こちらがめぐみ茶、緑茶になっておりまして、ディープシーウォーター、ミネラルウォーターでございますが、こちら、はい、すぐお持ちいたします。こちら当店は、銀座の中央通り沿いの銀座一丁目の交差点の付近にございます。もちろんあの海外の方も今とてもあのお問い合わせも多くいただいているので、海外の方もいらしていただいております。今日お受けいただくコースなんですけれども、ポーラの最高峰 の BA というブランドと連動しているあのディーププログラムのハリケアで本日行ってまいります。それではお部屋にご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。どうぞ。こちらではビップルームになります。はい、お化粧室こちらに完備されて、であのロッカーこちらお使いいただきます。メイクもあのこちらで全て、はい、できるようになっておりますので、こちらのガウンでまずお着替えいただきます。はい、でお着替えが終わりましたら私ノックでお声掛けいたしますので、どうぞゆっくりお過ごしください。ではターバンを巻きますので髪を失礼いたします。失礼いたします。苦しくございませんか？はい、ありがとうございます。ポイントメイクから落としてまいります。お目元失礼いたします。口元失礼いたします。
き取ってまいります。スポンジで拭き取ってまいります。通常ドライアルはクレンジングの前にお足湯でしっかりとお足元から温めてまいります。では胸元のクレンジングに入ってお胸元も失礼いたします。では顔のマッサージクリーム伸ばしてまいります。失礼いたします。力加減大丈夫ですか？首筋も失礼いたします。ではお顔のマッサージに入ってまいります。強さ大丈夫ですか？
ちらは吸引になります。肌表面の余分な皮脂や毛穴の汚れを取り除いてまいります。少しお伺いいたします。失礼いたします。大丈夫ですか、うん、はい。出します。大丈夫ですか、うん、失礼いたします。大丈夫ですか、うん、すごく明るくなります。お肌が ではマスクのアンダーエッセンスを塗りいたします。センスとなりいたします。マスクのシートをのせいたします。
石膏マスクを顔にお乗せいたします。爆発いたします。いたします。マスクを外しいたします。ヘッドケアをいたします。の強さ大丈夫でしょうか。はい、ちょうどいいです。ありがとうございます。
します。ローズの香りのボディクリームでお仕上げいたします。スキンケアはこちらでお付けいたしますか、ご自身でなさりますか。自分で。かしこまりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。では今日はこちらの BA のポーラの最高峰のスキンケアをぜひご自身でご体感していただければと思います。まずではローションから。はい、よろしければお手元でご自身で、はい、はい、お試し。はい、ありがとうございます。はい、ではお手元失礼いたします。基本は2プッシュになります。あ、いい香り。はい、ぜひ香りも一緒に楽しんでいただくと。お目元とか乾燥が気になるところは少し重ねていただいても大丈夫です。では続いてミルクになります。ミルクも2プッシュなんですが、どうぞ。またこちら香りがローションとも異なったお香りになっております。お香りもぜひ楽しんでください。ローションの香りとまた、はい、ちょっと異なるお香りになるんですけど、お好みございますか。2つも、そう、すごい。はい、シペネフローラの香りでこう重なり合って、こちらが日中用の、はい、クリームになります。記載の方も日用のクリームと書いてありますので、お手元でではこちらも失礼いたします。こちらもお顔の5点に置いていただいて、内側から外側になじませていただきます。日焼け止めクリームになるんですけれども、スキンケア効果がとても高いので、はい、 SPF が50入っていて、はい、そうなんです。でも何でしょう、日焼け止めの感じが全くしないというお客様もとても多いです。つけ心地いかがですか。なんか、はい、クリームみたいな。あ、そうなんです、はい、重くない。そうなんです。色もすごい、はい、乾燥もしにくくなるので、これからの季節もぜひ日焼け止めはしっかりと塗っていただけるといいと思います。 Pola has three rooms, standard rooms, and today I got to experience facial session in VIP room. There is a consultation, makeup room is so beautiful too. There is a couple of makeup rooms, you can touch up your makeup here, and also you can see the products and its description. Let's go upstairs. This is my very first time entering the shop. I have never entered this shop before. I always used to watch this, but never entered because it looks so beautiful and fancy. I was a little nervous. If you guys enjoyed this video, if you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to this very beautiful store called Pola. This store is located in Ginza area, which is very famous street of Tokyo. Today,
I got to experience the special session and the shop itself so beautiful and they have so many products, skincare products. They have different types of facials and lens, so you can choose your favorite one and what's best suits your skin type, skin concern. So you are very welcome to come here. This is collaboration video and I'm so excited to share this video because it's one of the biggest companies in Japan and I'm so honored to be able to work with them and that was so exciting for me. I really like their products. It smelled so luxury and it felt so nice on the skin too. They have décolleté massage and facial massage and use different products and many types of steps it includes. And I really liked how professional the esthetician is. And also they have a makeup room. You can touch up your makeup and hair after your session. I'm planning on buying some products from here because it smelled and it felt really nice and I want to buy for myself and for my mom. Also the shop itself is so beautiful and design also. You can definitely come here. I wish I did visit here earlier because I used to always walk from this street but never entered the shop, but I wish I did. And so you're very welcome to come here and staff are so friendly, also very polite, and females, males can get their facial treatments and also foreigners are always welcome. If you're interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation and I will see you in my next video. Bye!